皆さんのこれからの前途を祝して乾杯したいと思います。乾杯乾杯。いやー、今年もやっていきましょう。レックスクラ会合格の一発合格ねえ。なんでレック選んだの？まず一つはその宮口先生のガイダンスがすごく熱意、はい、もう熱意がありまして、もうその熱意に惹かれて、熱意がありながらもですね、その説明がすごく端的でポイントをポイントを言ってくださる。ということで、あの先生なら最短で私を合格まで導いてくださるというふうに確信した次第です。はい、本当に一発で受かっちゃいました。迷わずね、レックとそしてうちのクラス宮口が来ていただいて1回で受かりましたよ。特にどういう講座が印象深いですかね？まず担当対策として、単レボですね。担当レボリューション、論文対策で理想と現実、はい、あと青本種子講座も非常に大事ですね。あと論文レベルアップゼミ、安西先生のですけど、はい、論文レベルアップゼミですね。はい、論文レベルアップゼミで本当に論文の書き方、書くべき具体的フレーズをですね、事細かに指導していただいて、もうそのおかげで論文が書けるようになったと、こういうふうに思っております。全ては見事な答案でしたんでね、皆さんも頑張ってください、次はね。はい、弁理士試験は非常に難易度も高く、精神的にも厳しい試験だと思います。しかしですね、宮口先生と安西先生の指導に従って真摯に誠実に努力することによって必ず結果を得られる試験でもあると思います。ぜひ宮口クラスで先生の指導のもと合格を目指してください。ありがとうございます。いつでも待ってるぜ、レックでね。宮口でした。合格おめでとうございます。見事一発で合格されました。数ある予備校の中でレックを選ばれた理由を教えてください。レックを選んだ理由は、会社の同僚が納富先生のクラスで見事合格をしたので、すごくおすすめをされたので納富先生のクラスに入りました。ありがとうございます。次に、私のクラスで1年間勉強されてどういうところが良かったですか？納富先生ってすごく条文とかのもう基本の基本から丁寧に教えてくれるし、同じ繰り返しのフレーズで何回も何回も丁寧に教えてくれるので、もうすごく忘れようとしても耳に残るっていうぐらい、すごく覚えやすい教え方をしてもらいました。弁理士試験すごく辛いんですけども、レックに入って納富先生の教えを守りながらコツコツ勉強していけば必ず合格できると思いますので、頑張ってください。弁理士試験は決して簡単な試験ではないんですけども、私が1から合格まで最後まで一緒に頑張っていきますので、皆さん一緒に頑張りましょう。待ってます。いや、レックを選んだ理由を教えてください。最初は自宅から一番近いところがレックだったんですけれども、実はその後に佐藤先生の素晴らしさというのを後でネットで知りまして、佐藤先生のおられる渋谷を選びました。どこが良かったんですか？やはり法律の勉強がしたかったので、法律のイロハをしっかりと論理的に体系的に教えていただけるような、そういう講座だったっていうのが一番のレックの魅力だと思います。難しくなかったですか？難しかったです。だけどいろいろやっていくうちに法律の素晴らしさとか弁理士試験の面白さというのを感じるようになりました。いろいろ難しい試験ですけれど、最後まで諦めないで頑張れば必ず受かると思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。彼はね、パッと受かっちゃったのね。これから頑張って僕もやっていこうと思ってます。これからじゃあ受ける方もぜひ続いて頑張っていただきたいと思ってます。はい、こんにちは。レックを選んだ理由を、はい、はい、ちょうど3年前に担当試験ダメで、ちょうど馬場先生にレクチャー初めていただいて、非常に熱い言葉をいただき、それからご縁があって授業とかご一緒させていただきました。最初にスマート講師のガイダンスで馬場先生にご説明いただきまして、その時にこの試験は論点は多数派が有利な試験だから、そういう点で受講者数が一番多いレックは有利なんだよというお話を伺いまして、それが非常にこう納得できてレックに決めました。私もホームページで馬場先生のスマート攻略コースのガイダンスを見て、すごい面白そうだなと、このコースなら私でもやっていけそうだなと思って申し込みました。私は馬場先生のブログを見て、いつもは分かりやすいなと思ったんで、馬場先生がいたんでレック選びました。じゃあね、うち のゼミとか講座では非常にね仲良くやってるんですけど、どういうところが良かったかというのをね、ぜひ後輩の人たちに言っていただけると。はい、
受講生同士のつながりが非常に熱くて、いい意味で非常に刺激を受けたっていうのがもう一番ありがたいと思いました。スマート攻略コースでは先生の講義がとにかく楽しくてアクション満載で、毎日聞いててもちっとも飽きなくて楽しい講義でした。通信だったんですけども、みんながこうツイッターを使ってて、こうツイッターでこう学習状況をこうつぶやいてますので、それがすごく励みになって続けることができました。ババゼミの良かったところは、あのインターネットの掲示板とかを活用して質問を受け付けてくださったり、あの欠席者のフォローをしていただいたりして、サポート体制が充実していたのが良かったと思います。やっぱりゼミ生のつながりと OB の人たちのつながりが非常に強いので、すごい勉強しやすいです。今後受験される方が多いと思いますけれども、諦めずに勉強していけば必ず受かる試験ですので、ぜひ挑戦し続けてください。レックの先生方を信じて、先生方を信じてついていけばきっと合格できますので、皆さんも頑張ってください。勉強を楽しむ気持ちがあれば合格できると思いますので、勉強を楽しみたいという方はぜひ一度スマート攻略コースのガイダンス動画を見てみてください。馬場先生の言う通りやってれば合格できるんで頑張ってください。じゃあみんなぜひ一緒に頑張りましょう。それではお手を拝借、よー